現直だ。母上の容体はどうやら思わしくないらしい。巨匠に急がねば。だがここはまだ深夜か。深夜、神社と音に聞く劉備殿がいる地。しかも曹操軍が深夜に攻めてくるとの噂もある。劉備殿はどう戦われるのだろう。いや、曹操を相手に戦えるのだろうか。序書、あざなは現直。慶州の名士柴木の下で兵法を学んだ男である。彼は巨匠に向かう途中、劉備のいる深夜を通りかかる。深夜は今まさに曹操軍に攻められようとしていた。強大な軍勢を劉備はどう迎え撃つのか。興味を持った序書は劉備のもとへ向かった。母上は心配だが、劉備殿も気になる。少し尋ねてみるか。兄者、曹操軍はすでに到着した模様。しかも見慣れぬ、あれは八門金差の陣。迂闊に攻めれば通撃を被ります。ですが逆に弱点を、劉備殿。お主みな、序書の指示に従え。力を合わせに曹人を撃退する。八門金差の攻略は一筋縄ではいきません。俺の指示もよく聞いていてください。馬がご入り用で。またお待ちしてます。おや、実は私いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。手加減はできない。
らっしゃい。毎度どう。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。確かに兵器があれば攻略に役立ちます。敵も簡単には渡さないと思いますが。兵器を狙ってきたのか。返り討ちにしてくれる。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。区画を取った。ようや兵器を敵に奪われるとは。これだ。奪われてしまうとは。悪いな。これ以上の追撃は無益か。兵器は諦めるしかない。撤退するぞ。幕城より援軍に参った。劉備軍を打ち破ってくれよ。
なんとかなったな。いいぞ、その調子だぜ。敵将。討ち取った。くれた。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。って逃げ切ったようですね。これで兵器で八門金さんを攻められます。なぜ劉備軍が兵器を。とにかくあれを壊して攻撃を止める。劉備軍の兵器を壊せなかったか。このままでは我が軍の兵器が。攻撃するのに効果的な場所はあの辺りか。まずはそこまで兵器を移動させないと。この八門金山、何人にも破れぬ鉄壁の陣、飛行らの攻め、全てを跳ね返す。あの陣は無数の兵から成り立っています。一点を攻めてもすぐに補われてしまう。屈強な将を倒して崩すか、徐々に攻めるか、どちらにしろ方針を決めて動きましょう。兵器が破壊されたぞ。どうなってるんだ。失敗しないで済んだな。おお、よくやってくれた。程度では諦めないでしょう。自分を破るとは、なんと荒々しき誇り。敵将、
討ち取った。おお、よくやってくれた。かような貨幣で曹操の序書は鮮やかな策を示し、劉備に勝利をもたらした。だが彼は母のもとへ行くため劉備と離れる決断をする。時は過ぎ、序書は魏の役人になっていた。居並ぶ将の末席で魏帝に拝謁を賜っている。それは彼の能力には到底見合わぬ場所だった。諸区では諸葛亮が上将の地位についたとか。ふん、魏帝が追わすというのに諸葛亭だの上将だの戦勝が過ぎるものよ。孔明、君が羨ましいよ。できれば俺も諸葛の軍師の一人としてその手伝いをしたかった。上将就任にあたり、皆に言っておきたいことがあります。職務を全うするためには、まず人の意見を聞き、異なる意見も検討してください。あなたたちは自身が有能であるという自負も矜持もあるでしょう。だからこそそれが難しい。私の知る限り、そういったことを迷わずに行えるのは我が旧友条件直ただ一人でした。もしあの時に戻れるなら、俺は やはり同じ選択をしただろう。それが俺の甘さだ。俺は孔明にはなれない。上将殿、陛下がお呼びだ。分かった、もう少ししてから伺おう。だが伝えておいてくれ。俺は検索できない。いつも通り話を聞き意見を言うだけだと。ああ。